横浜13得点。ロッテ横浜2回戦、横浜がロッテに13対3で勝利。筒香はたら言うてばかつ。筒香が打つと勢いづくのは何なんやろな。アタライは下位打線において225差のホームに返す役割してくれればいいや。いい勝ち方だった。ロッテ最終回ノーアウト1、三塁から無失点でゲームセットか。なぜか吉井不敵に笑ってて草。結局は投手崩壊してこうなるんよね。横浜先発ケイ、6回3失点。ケイはよく耐えてくれた。ケイちゃんよくやったよ。ケイついに4勝目か。ロッテ先発中森、5.2 回2失点。よくやったよ中森。もういっぱいいっぱいだったな中森。中森先発無理だろ、バテるの早すぎる。ロッテリリーフアズマ、1回6失点。アズマは2軍の投球内容が悪かったからな。左が多い DeNA 打線に左力弱のアズマ出す方が悪い。アズマ抹消して沢村帰ってくるやつだ。ロッテリリーフ広畑、1回1失点。広畑は気合入ってたな。広畑って敗戦処理としては優秀だったな。広畑は頑張ったよね、気持ち入ってたもん。ロッテリリーフ2歩、1回4失点。2歩は今シーズンまでかな。2歩酷使しすぎやないか。何か2歩前に繋げてないか、かわいそう。横浜打撃成績、山本義比、山本マーナイス、山本いい仕事、渡らいタイムリー、渡らいやっぱりコンタクトうまいな。渡らいは通用するような、やっぱり。筒香2点タイムリー、さすが筒香だわ。試合後半の筒香とかいうただの主人公。山本タイムリー、山本すごいわ。山本も頼りになるわね。佐野2点タイムリー、佐野素晴らしいな。佐野延命、京田タイムリー、京田もつんかい。京田さんすごいやん。梶原ごろ打点、梶原はこれができるのが偉い。家事はない仕事。柴田タイムリー、柴田が打つなんて。柴田初ヒット、オースティンツーランホームラン、すげえわ。オースティン、オースティンは交流戦ホームランを狙えるな。ロッテ打撃成績、外先制2点タイムリー、外ネバネバでヒット、ヒット持ってたな外。田村タイムリー、田村調子いいみたいだな。ちょっとだけ打てる田村が帰ってきた。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。